妻が変なもの買ってきたシリーズ。イエイ。続くね、このシリーズは。はい、はい、買ってきました。前回は、豚のタンでしたね。はい、一本丸々ね。いや、あれはすごかった。初めての魚介類以外に挑戦させていただきました、うん、前回ですね。はい、そして今回は、はい、何を買ってきてくれたんですか。今回も変わったものを買ってきました。なんだろうな、さぞかし変わってるんだろうな。はい、今回買ってきたものはクジラです。これ編集しなかったら地獄じゃん、このままこのコーナーだけ生き生きしてるやん。生き生きしてる。今回買ってきたのはこちらです。じゃーん。ちょっと待って、じゃーん。なにこれ。鹿のタンです。え、またベロじゃん。なんで2連続でベロ。なんで2連続でタンなの。タンチャンネルやろ。いやいや、妻が変なタン買ってきたじゃねえか。それタン縛りじゃん。タンちゃん。いや、タンちゃんじゃないよ。タンチャンネル。ベロベロじゃねえよ。ベロベロタンチャンネル。鹿のタン、エゾジカのタンです。どこで売ってんの、エゾジカのタン。内緒。なんでさ、いろいろ聞きたいことあるんだよね。まあ、そもそも鹿のタン、なんで鹿のタンなのかっていうことと、うん、なぜタン2連続にしたの。なぜタンっていや、牛タン食べさせてあげたかったけど、うん、高くて買えなくて豚タンを買ってきたの、250円の。前回そう言ってたね。で、やっぱりちょっとパサパサしてるし、うん、あの牛タンはやっぱ高いだけあるなっていう結果になったじゃないですか。まあ、そうだね。こちら、ものすごく評判いいんですよ。めっちゃ美味しいらしい。高いんじゃん。これね、1000円。あ、1000円。あ、でも前回の4倍の値段で。確か、ちょっと調べていい。いくらでした。こちら970円。大体1000円じゃねえか。でも美味しそうでしょ、見た目。まあ、そうだね、なんか牛っぽい色が。しかも皮もちゃんとね、もう処理してあるんです。しかも、あの前回トレイが汚かったから。ちゃんとペーパーの上に置いてますね。はいはい、そうです。これトレイが汚いからじゃないの。違うよ、隠す。ゴシゴシ洗ったよ。いいですね、トレイチェックやめて。シュート目やん。というわけで、今回はこの鹿のタンを食べていきたいと思います。おー、鹿のタン、ちっちゃいですね、豚に比べると。やっぱりね、どう切る。前回は筋取ったけど、もう取ってあるんちゃうかな。これは筋、ここでもちょっと硬いよ、冷凍だから。すっげえ硬いんだけど、うまいね。おー、うまくなったね。うん。結構タンさばいてるんじゃないですか。いや、1回しかさばいてないよ。前回だけですよ。うん、すっげえゴリゴリの筋っぽいのがあるな、うん、もう筋見分けれるようになってるよ。結構さばいてるんじゃないですか。いや、前回すごい効いてくるけど。エゾジカのタンの情報知りたいですか。はい、まあ、どっちとも言えないけど、はい。でも、美味しい情報知ってた方がいいやろ。うん、知ってんの。うん、知ってる。iPhone 持ってきたじゃん。覚えてないじゃん。鹿肉は高タンパク低脂肪、ミネラルや鉄分が多く含まれているので、女性に最適なヘルシーなお肉です。ステーキやロースト、臭みが気になるなら煮込み料理と、どんなメニューでもとっても美味しく食べられるのが魅力。貧血や高血圧の予防にも効果的です。こちらの鹿さんは北海道です。北海道、はるばるようこそ。はい、北海道からお越しのエゾジカさんです。あ、なんか豚と違ってね、またこれも斜めに切りづらいですね、うん、薄く斜めに。あ、そう。うん、こう縦に切るのが一番楽だけどな。斜めに切った方が多分いいんだよね、ちょっと。まあ面積が大きいから食べやすいっていう。低脂肪やからダイエットにいいですね。ダイエットにいい。うん、確かにね、脂身がなんか少ない感じがしますよ。あ、なんかむずいわ、むずい。切ろうか。うん、切ってみて。
ここら辺があれやな、ここ一回落とそっか、ここ筋、うん、豚って一緒かな、やっぱりここさえ落とせば、うん、四角くなるから綺麗にいけると思います。柔らかいからもうちょっと半合輪の時にやればよかったな。完全解凍しちゃった。やるやる。ん？いや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 、やらせてくれよ。いやいやいや、ちょっと待ってくれよ、今楽しい時期やね一番楽しい時期、うん、春が、ようやく春が訪れたうまいっすね、先輩。引くんですよ。先輩うまいっすね。うん、何こんでくり回してんの。もう視聴者の人もさ、デジャブ感だって思うよね。うん、この画角。前回とほぼ同じだもん、絵が。絵代わりがないよ。絵代わりが。はい、はい、愛ですね。はい、はい、切り落としました。これを焼いていく。もう作り方は前回と全く同じ、はい、あえてね、うん、豚のタンとの味の違いを楽しむためにあえて、はい、うん、おお、やっぱ見た目タンやな。うん、見た目はタンですね。このまま塩コショウ、あ、コショウないわ前回と全く同じこと言ってるババン、あ、美味しそう、うまそう。はい、というわけで完成です。オープンすなというわけで、はい、こちら、シカタン、シカタン、では、どういいんですか、先食べる、いいよ、前回と同じくごま油でいただきます。はい、絵代わりしないな、デジャブかと思うよ、本当に初めてやろ、シカのタン。シカのタンは食ったことない。いきます。うまい。違う、豚タンと、うん、全然違う。え、本当に牛タンだこれ。え、鹿です。いや、いい牛タン。え、本当に。いただきます。うわー、あ、あ、柔らかそうなんですよ。うん、そうなんですよ、こちらなんと、鹿のタンです知ってるよ、立場逆転。めっちゃ美味しい。うまいよね。うん、臭みゼロ。そう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 。で、すごいさ、柔らかい。その俺が言ってたさ、あの牛、いい牛の牛タンだって意味がわかるでしょ。うん、うん、超いい牛タン。そうそう、厚切りのね、めっちゃ柔らかい。うん、うまっ。これはね、いいわ。1000円以上の価値あるな。前回の何だったのってまだあるよ、冷凍で。まだあるいや、本当に。だから比べるもんじゃないけど、うん、こんなに違うかって思うね。ね、上品な、上品な味すんだな。鹿肉ってさ、硬いイメージあるやん、うん、結構。そうだね、うん、パサついてるというか、全然、うん、柔らかい。焼き加減もちょうどだったかも。あ、確かに。やっぱ2回連続してよかったね。ん、焼き加減学んだやんあれが生きてるよ。うまい。うん、これはいいわ。油もね、しっかり乗ってて、うん、なんか淡白すぎないというか、うん、ちゃんと肉の味が濃い。うん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 、確かに。うん、うん、うん、知らなかった、こんな美味しいの。ね、うん、
いつ止めると思っていつ止めんだろうって思ったけど全部言ったね、うん、正解は止めないでしたこれを俺に食べさせるみたいな企画じゃなかったっけいいけどねまたいっぱいあるからいや鹿のターン良かった良かった、うん、これはおすすめ。その今まで変なものを買ってきたシリーズ、うん、いっぱいやってきましたけど、うん、1位かもしれない、ね、あ本当に、うん、タコの卵よりタコの卵よりもうまってなったかも。へえ、うん、また変なもの買ってきてます買ってきてますもう買ってきてるね。本当にえマジで冷凍庫にうま見ないで1回に2度仕入れんな遠いねん仕入れ場所、 仕入れ場所はい、というわけで、鹿のタンは美味しかったです、はい、皆さんもぜひもし売ってるの見つけたら買ってみてくださいなかなか美味しいです、はい、はい。